では、これよりプレミアちゃんのクエストについての報告会議を行います。いよ、待ってました。へえ、なんかすっごい様になってる。アークソフィアでボス攻略会議を取り仕切っていた時のアスナさんを思い起こしますね。ママ、かっこいいです。まったく、アスナで遊びすぎよ、みんな。さて、プレミアちゃんのクエスト情報なんだけど、みんないくつか手に入ったのよね。はいはい、僕の見つけた情報はね、祈りの神殿って場所。なんでも女神が祈りを捧げていたとされる神殿が大陸のどこかにあるんだって。へー、女神の話が出てきたんだ。祈りっていうのもプレミアちゃんに関係ありそうだし、神殿について調べていけばクエストにたどり着けるかも。確かに可能性は高いな。私たちは古い国の地図を発見しました。地図のアイテムとかじゃないのにね。村の宿屋に何気なしに貼ってあったんです。持ち出すことができなかったのでメモしてきました。リズさんがもうズガレだ、休みだいって言い出さなければ見つかりませんでした。こら、そういう余計な情報はいらないわよ。リズ、ナイス休憩。あんたバカにしてんでしょ。でもこれで聖石を祀っている場所のヒントにつながるんじゃないかな。今の話、私とアスナが調べた話と合わせれば目的地に結びつくかも。どういうことだ。私とシノノントで NPC 相手に女神とか聖石の話を聞いて回ったの。大昔この大陸では聖石が力の象徴とされて奪い合いが起きていたらしいわ。ゲームの設定とはいえ、女神が人のためにもたらしたものなのに、なんか悲しいよね。だからあの手この手で聖石を隠したんですって。それで聖石のある場所が洞窟の中だったりするのか。その隠し場所の一つとされる情報を手に入れてきたってわけ。リズたちが見つけてくれた昔の地図と照らし合わせれば大まかな場所がわかるかも。闇雲にクエストを探すよりはるかに効率が良さそうだな。それにしてもプレミアさんのクエストはどんどん話の規模が広がっていきますね。すごいなプレミアちゃん。なんたって女神様ですもんね。それにしても、もともとはどんな性格をしていたのかしらね。おおほほ、女神様とお呼びなさいとかですかね。あんた、それは女王様でしょうが。元の性格はわからないけど、最近のプレミアちゃんって出会った時とは雰囲気が違うよね。なんていうのかな、温かい感じがする。わかるな、その例え。表情が豊かになったというか、元気が出てきたというか。確かに俺もそう思うことがあるよ。じゃあもっと元気になってもらうためにもクエストを進めてあげなきゃね。だな。みんなで集めたヒントをもとに攻略を進めてみるよ。